岡山大家の会会長森さんの物件見学にお邪魔しております。この物件、森さんの所有物件なんですけれども、もともと4戸かける2階建ての、アパートだったらしいんですけど、で今ここ駐車場なんですけど、ここにも建物があって、ここ全体が1戸の建物だったらしいんですよね。でそれを、ここ見ていただいたら分かると思うんですけど、角地なんですよ。こことここだから4スタローですよね。ここの角に立ってる物件なんです。ここ駐車場にして3個のガレージハウスに新築したみたいなんですよ。で森さん、この物件見た時にすぐここの場所はガレージハウスにしたらいいんじゃないかって思いついたらしいんですよね。でこの駐車場なんですけど、これ意味わかりますか？ H って書いてあるでしょ？これヘリポートの意味らしいんですよ。なんか遊び心満載っていうか。で、ただの H なんだけど、この H の縦棒ですよね。ここの間にちょうど1台ずつ2.5メートルずつ幅取ってあって、何も書いてないんだけど、この線に1台ずつ入るようにきちんと計算して書かれてるらしいんですよ。もう本当にね、天才。で、マジで、ここ、なんていうの？街灯ですよね。これも夜になったら点灯するらしくて、夜の写真も撮ってあるから後で見せてくれますっていう話でした。でもう一つなんですけど、これ入り口の高さが155センチしかないらしくて、普通よりも低いんですよ。で上にポストがあるんですが、この形だとそのポストをつける場所がないから、わざと、扉を低くして、ポストを上につけてるっていう、そういうアイデアらしいんですよね。でこの扉はだからくぐって入らないと入れないんですよ、よっぽど背が低い人以外は。でこれ物件の名前が秘密基地だから、なんか秘密基地の中に入っていくような雰囲気を出すためにわざと小さくしてるみたいなんですよね。アイデアがすごいよね。でこの日差し雨よけも兼ねてるこのシャッターを巻き込むもの、これもね、内側につけるものが本当は主流らしいんだけど、ちょっといろんな事情があって中につけることができないから表側に出してあるんだけど、そうした方が建物としても、ちょっと面白みがある、少し凸凹してる方があるし、日差しの代わりにもなってるから、結局この方が正解だったんじゃないんですかね。でこのガルバで、黒いガルバで貼ってあるんだけど、これも、当時ね、建築した当時、これがその建築資材の中で一番安かったからこれにしてるっていうことなんですけど、色も秘密基地っぽくちょっと黒い色を使ってるんですよね。で基礎ですよ、基礎のモルタルですけど、ここ黒く塗ってあるんですよ、ちゃんと上の色と雰囲気合わせるために。でここずっと移動しますけど、こっち側ね、こっちの基礎は別に見えないところだから塗ってませんということだったんです。でここにね、こういう風になってますね。天才ですね。でこれもともとその4戸かける2階建ての、アパートの状態で出た時に、同じ岡山大家の会のメンバーの方に「この物件どうですか？」ってご紹介したみたいなんですけど、誰も手を挙げなかったんです。ってどう再生していいかわからないと。で当時8戸中2戸しか入ってなくて、6戸が空きの状態だったらしいですね。でさっき見せた駐車場のところまでいっぱいいっぱいアパートが建ってたものだから、全然駐車場もないし、場所はすごくいいのに、で誰も再生のプランを思いつかなくて、ただ森さんだけはここをガレージハウスにしたらいいんじゃないかって思いついて、そのアイディアも話したらしいんですよ、会員の皆さんに。それでも誰もやる人がいなくて、結局森さんが買って再生したっていう話でしたね。天才じゃないですか。めちゃめちゃすごい。すごい。で入り口入るでしょ。入ったら何が仕事、場所何これ。ね、これ後で使い道が分かりますけど、あ、後でわかるの。何なんこれ。でここは上はグレーチングにしてあって、光が入るようにしてるんですよ。だからそのシャッターの巻きを外に出さざるを得なかったんですけど、これ本当に秘密基地やね、入った瞬間さ。中はもう石膏ボードをもう黒く塗って薄暗くして、下は CA を貼ってるんですけど、石膏ボードを
塗装してるんですか？塗装してるんですよ。基礎も塗ってますから。あ、壁紙じゃなく壁紙塗装、はい、塗装で下はクシュコラ、本当になんか薄暗い感じやけど、はい、これも事情があって南側にアパート建ってて火が入らないんですよね、最初から。で、北向きに玄関があってっていう作り。そうですね、うん、もう暗いのをもう逆手に最初から暗くすればいいと、うん、暗いのが売りの物件だよと。そうですね、うん、名前も秘密基地やし。そうですね、うん、ここって単身向けの物件なんですか？そうですね、上はもうワンルームみたいな感じで、ワンルームみたいな感じで下に車、はい、うん、まあ、何でもいいです。下も好きに使ったりですか。駐車場は別に取ってあるから、下には車じゃなく倉庫みたいに使ってる人もいると思うかな。そうですね、うん、でここにロープと、さっきの、いや、これまた別のロープと、あの、ボルダリング、え、部屋の中に全部屋入れてあるんですか？ね、そうですね。何この面白い家。でここから上がって上に上がることもできるんですけど。あ、ボルダリングを、はい、まあ、これね、家の中に段差があるの、メゾネットになってるんですか？まあ、そう、2階だと、ここが2階の、そうそう、メゾネットですね。でこれが、うん、あのレーチングですね。乗っかっても、もちろん大丈夫です。大丈夫、はい、めっちゃ面白い。あ、これ棚？そう、ね、ここにね、床下点検口を作ったんですけど、うん、この下にさっきの縄ばしごがあるの で、 あ、でこの奥があの脱衣所と風呂なんですけど、うん、風呂はもう浴槽なしのシャワーにしました。あ、でもそれでもいいかもね。そうなんですよ、うん、その浴槽の部分をやっぱ部屋に取りたかったので、うんうん、シャワーだけっていうのはちょっとどうかと思ったんですけど、うん、もうやってみようと、無理やりやりましたね。この辺でもシャワーだけの物件でも需要は問題なかったですか？特にそうですね、1週間で全部決まったんで。安すぎたんかもしれんね。なるほど、問題なかったですね。センスの塊。ここ鏡の裏が実は隠し部屋があって。まだあんの、はい、これ押せばもう一部屋あります。すごい、本当に秘密基地ですね、はい、ここの小窓からあのさっきボルダリングで上がってこれるんですよすごい。3畳で、まあ寝室かワークスペースかみたいなイメージで。あ、でもちょっとこれ今時っぽいですね。岡山大家の会森さんの物件見学シリーズ第2弾です。こちらの物件は、森さんのご自宅の割とすぐ近い場所だそうなんですけど、まあ、見てわかる通りビフォーは完全に森プラス廃屋なんですよね。ただこれ場所に関しては、この地区でとても有名な学校があるみたいで、あのそこの学校に通わせたい親御さんからするとすごく人気の学区に当たるらしいんですよね。で、今見ていただいているのがアフターなんですけれども、まあ、素晴らしいセンスで、平屋の新築を結局3棟建てて、蘇らせたっていうことをですね、これもう裏の山ごと、もう購入したらしくて、そこまで手を出すとかなり大掛かりになっちゃうので、今後の将来の楽しみとして開拓していきたいというお話でした。お見事な手法でございます。森さんの3軒目に連れてきていただきました。森さん、これって車庫？車？何なんこれ？バイク入ります。バイク入る、はい、これね、まあ、こっちがお家なんだけど、このお家に一家に1台って意味、はい、あ、そうですね。あ、好きに使ってってことですか？そうです、はい、はい。で、もともと10個のアパート、元々 1K10 個があって、 1K10 個ね、うん、これを皆さんにお出ししたんだけど、うん、まあ、家賃2万円ぐらいで、うん、んで、2個しか入ってなかったので、はい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 、みんながもう、敬遠してですね。いらんと。うん、はい。でも、なんかできるんだなと思って買ったんですよ、うん。それで壊して新築したんですけど。かわいい。これ物件の名前、遊び場って言うらしいですよ、はい。めちゃめちゃいいね。私これ見た瞬間、キャンプ場かなって思いました。まあ、イメージはそんな感じだったら、ね、山が近いんで。確かに。このアパートの奥に、実はもう、うん、廃墟ジャングルがあってこの綺麗になってるとこ、そうですよ。でそれが後に50万で買えたんですよ、うん、で裏の山とかも全部そうなんですけど、これ山はもう森田の持ち物今もう概ねそうですね。
500坪ぐらい山があるんですけど。マジ、はい、その山はどうするんですか。山はちょっと何も考えてないんですけど、うん、でこの奥がまあ駐車場にとか広場にできるなと思って、うん、うわ、なんかあるよ。何あれ、ゴール、何やあれ、打ちっぱなしのコーナーとかパターコーナーを作ってみたりとか。ああ、このジャングルを、はい、解体して、はい、ほんまに遊び場やね。そうですね。でこれってさ、入居者さん専用の遊び場ですか。そうです、そうです。3辺あるからもう一個ずつ好きに使って。あ、そういう意味、ゴールも一人一回一台。そうなんです、その手前に10列で2台、2台、2台置けるようにしてるんですけど。ここですか。でもこれも車止めれるでしょう。ここもいいです、はい。いや、じゃあめちゃくちゃ止めれるじゃないですか、はい。散水栓もつけてるんで、ここで別にお茶とかしてくれてもいいし。はぁ、すごく遊べるような空間を作りたい。作ったい。で、遊び場。そうですね。すごい。いろいろやるね。山もなんかちょっと開発していこうかなと思います、ね。これからね。うちではね。うん。へぇ、こんな感じで。ここもね、アスファルトにするとなんか300万ぐらい見積もり出たんですけど。あ、それでもうコンクリートは敷かずに砂利にしたんですか。砂利も。これ砂利もだいぶ巻いたでしょ、これ。そうですね。うん、で、このちょっと色を変えて。あ、わざと？わざと、はい。なんか道っぽいですね、この色を変えてることで。そういうイメージ。そういうイメージ。はい。そうなんですけどね。すごい。よく考えるな。ここってさ、変えて、もう、こことこことさ、一続きで同じ所有者だから、はい、ここもう一つ建てようと思えば建てられたんですか？できたんですけど。なんでやめたん？それが、まずこっちを買って、うん、ある銀行で、うん、進めていって、はい、当然建物と抵当権つくんですけど、はい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 、その後こっちは買えたんですよ。うん、完成する前に、うん、でそうなると、うん、このまあ、接道はまあ狭くて、うん、増築して増やしていくような格好になるんですね。はあ、もうここの計画でもう、臨機通って、うん、やってるから、その後に変えちゃったもんだから、うん、奥だけ別棟を建てることがもう道路上今できなくて。あかんの？この接道がもう入り口のところ2メーターちょっとしかないので、はい、ここを、に一指定道路作ればいいんですけど、はあ、一指定道路作ってここに繋げればいいんですけど、そのもうすでに抵当権が入ってる土地に一指定道路来るのがどうなのかなとか。ああ。で、こっちは抵当入ってないんですけど、だからもう現金でなんか建てる、まあでも結局道路がないから。なるほど。はい、まあなら、もうとりあえず今のところこことここは、もうまだ分泌されてますよね、これ。そうです。あ、っていうことはでも同じ所有者だから、はい、まあ最終的にここがもっと古くなって、はい、ちょっと建て替えようかみたいな話になった時は、うん、一体にして大きいものにすることはできるんですよね、その時はね。はい、あ、ただもうここに抵当権ついちゃったから、うん、なんかもう完済して、もう将来の話ですね。うん、そうですね。はい、うん、まあもしくは、全部ここを、抵当権外して、一筆で全部売っちゃう時ってことですか、はい、でもそこに電柱あるじゃないですか。はい、ある、っていうことはもうこの敷地のど真ん中で電柱立っちゃってるから、はい、これどかせれるんですか。電柱多分撤去できると思います、ね。ああ。まあでも、こう、何これ水路が走ってるんですか、間。一応ね、そこ下に水路があって。うん。じゃあ、まあ、繋げるのはちょっと困難なんですかね。どうなんだろう。まあでも上になんかグレッチングでもかければ、ちゃんと整地したらできると思います。ああ、なるほどね。うん。まあ、ここ場所的にはどうなんですか、はい、ここはね、一番いいんですか。いや、あんまり良くはないんですよ。あ、そう。近くに大学があって、うん、そこの学生向けにアパートがいくつもあるんですけど、うんうん、今頃はもうこっちの学生も来ないので、そうか。この近くにあるアパートもいっぱい空いてて、はいはいはい、ここも10個中8個空いてた。なるほどね。そういうもう 1K の古いやつはもう運用しにくいので、うん、広い土地を利用して、はい、変わったことができないかな。なるほどね、はい。これって家族向けですか、この物件は。ワンルームですね。ワンルームですか、じゃあこれも単身ですよね。そうです。うん。で、その、まあ遊び場ってつけたのも、うん、住宅としては非常に使いにくい作りにしたので、まあ後でなんか見たらわかるんですけど、なんか別荘とかその事業所事務所みたいな。あ、そういう想定。そういうのを使ってくれるのが一番いいんじゃないのかなと思ってるんですけど。でも実際そういう需要はあるんですか、別荘とか事業所で使うような。そうですね。1個はまあ僕は今使ってるんですけど。はい。事務所で、はい。うん、1個は、
またその多分事業所系の人が借りてくれたんですけど、うん、この月末管理入居なんですけど、うん、でそのもう一個を、うん、そのなんかレンタルスペースにできないかなと思ってるんですよ。ご、うん、自分がですか？そうそう、うん、それを誰かに時間貸しとか、うん、そのこの広いじゃないですか、うん、ちょっと遊びに来てキャンプというかバーベキューするとかね。それをご自分で運営する？いやー、そこも考えてる。あ、もうそれさ、絶対さ、森さんもうめんどくさがり屋やし、はい、レンタルスペースやらんかって言ってさ、そうそうそう、誰か若い子にやってもらうのが一番いいんじゃないですか？そうですね。それはいいと思ってますね。その辺はちょっとまあぼんやりしか考えてないんですけど、そういう構想もあって。ちょうどさ、今もう夏休み真っただ中じゃないですか、はい、その構想すぐにさ、共有して、すぐやってもらうのがいいんじゃないですか。で、それって、民泊とか宿泊業みたいに、なんていうんですか、行政への許認可いらないじゃないですか。はいはい、なんかすぐできることやから、キャンプなんて絶対夏が面白いでしょ。うそうですね。で、今やればいいじゃないですか。やりますか。やりましょうよ。もう自分でやるとは言わないから、とりあえず声かけるだけ。やりたい人いると思うな。そうですね。面白そうだし。いいかな。やりましょうよ。こんな感じで、給排水もあそこに作ったしね。こうなんかタープで、こう日陰も作ったし。いやもうなんかもうこれも見た目からしてさ、キャンプ場ですもん。はい、なんかその、キャンプ場にあるコテージみたいなのあるでしょ、はい、そういうイメージです。そういうイメージ。ここ完全に。これまあ、まあ後でまた見てもらったらいいんですけど、うん、このさっきのガレージハウスと同じ横幅なんですよ。うん、どれが？この建物？これが3件、はい、はい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 。さっきも3件あったじゃないですか。じゃあ同じ建築会社？そうです。3件同じ幅で、奥行きが4分の3でちょっとちっちゃくしてあるんですよ。これがですか？はい、こっちの方が小さい。ちっちゃい。はい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 。それもコスト下げるために、ちっちゃくこれさ、ガレージにするにしてはちっちゃくないですか？このガレージ。車は入らないです。あ、これじゃあ車仕様じゃなくて、はい、これはどういう想定ですか？まあバイク入れたりとか。バイク入れたり。あ、バイクのガレージ。なんか遊び道具を入れるとか。あ、遊び場だからね。はい、そんなイメージですね。なるほど。じゃあちょっと、そういう遊び心のある事業主さんが借りてくれたら。はいはい、そうですね。へぇー。で、これね。はい、で、これも稲葉ですか？これは、そう、稲葉ですね。いや、ほんまや。これって置いてあるだけ？これ置いてあるだけです、そうですね。はぁ。広さ的にはどれぐらいあるんですか、はい、この中って。何平米だったかな？ 6 畳分ぐらいある？あ、6畳ぐらいあるんだ、ね。じゃあ、普通にさ、ワンルームじゃないですか？はい、大きさ的に。はい、これをね、つけた目的も、ここが駐車場だとちょっと面白くないなっていうのと、この、家を、敷地がこんだけあるんだから、家をもっと大きくすることもできたんですけど、そうなると建築費は高くなるでしょ。だから、家をちっちゃくして、要は物が置けるスペースが安く作れればいいんじゃないかなと思ったんですよ。だから、この、同じ面積を家にするよりはこっちの方が安いと思ったんで。もう皆さん聞きましたか？これが天才の発想ですよ。あ、だからさ、居住面積っていうのは、はい、自分が住むプラス物を置く場所なんだから、はい、物を置く場所っていうのを家と分けて、はい、そこの物を置くところにはもちろんエアコンもいらないし、はい、建築コストも下がると、はいはい、もう天才ちゃう？もうさ、今日本当に何回天才って言ったか分からんけど、発想がさ、柔軟やし、めちゃめちゃいちいち理にかなってますね。その通り。そうなんですね。だから、この物件には収納がないんですよ。収納ないけど、はい、収納はこっちやぞってこと、はい、そうそう。あ、確かに。だってさ、はい、部屋にはエアコン絶対いるけど、はい、収納にはエアコンいらんからさ、はい、その収納部分をエアコンのある部屋の中では居住スペースにして、はい、全部こっちに入れたらどうっていうことね。まあ、そうですね。賢いなぁ。どうかなと思って。まあこれだいぶ敷地に余裕がないとできないことやから、はい、まあ特に、ちょっと賃料が、お休めの広い田舎で土地があったりするところは、はい、居住の部分は狭くしてこういうふうに分けたらどうですかっていうのはありやね。
なるほどね。前から思ってたんですよ、そのアパート見ててもね、なんかこんなに広い部屋いらんのになとか。あ、クローゼットもね、折れ戸とか高いじゃないですか。高い高い高いでしょ。クローゼットなくてもこれ いけるんじゃねんとか、いろいろずっと混ぜたんですよ。でそれで考えたら額倉庫を置くっていうこと。そうです。あ、今日最初お見せしたやつもクローゼットないし、うん、最初の家、最初の買った映画はあのイケアで買ったやつを置いてるだけで。あ、中見せてもらったよね、あのお写真ね、うん、はい、でクローゼットなしで、うん、家の下に物を置けよと。あ、置いてたよね。そうそう、あの家がね、はいはい、あ、高床式倉庫みたいになったもんね。そ、あそこはそういうイメージだし、うん、2軒目の秘密基地もクローゼットないんですよ、うん、それ1階に物が置けるから。ボルダリング置いてあったとこも。そうです。で3軒目もクローゼットないんですよ、うん、それはもうさ家の外に出してしまったってことね。そういうことです。さすがにクローゼットなくて狭すぎるかなっていうのもあって、うん、こっちにこういうの置いてみたらどうだろうと。で実際に、うん、その家に収納をつけて広くするより、はい、こっちの方が建築コスト的にも安いってこと。安いと思います。やっぱり普通に木造で全部じゃ床組んでとかなんかやるよりは、うん、まあ確かに土地が高い場所やったら、はい、こんだけの土地がないから、はい、わざわざ土地を足して、うん、あの倉庫を置くのはちょっとその土地のスペース的にも無理かもしれんけど、うん、もうただみたいに土地がめちゃめちゃあるけど、うん、っていう場合だったら可能ですよね。だからちゃんとその立地の特性を生かしたすごい賢いやり方やなって思いますね。